階級2期は、今回は級に大量追加された、マイクラ 1.20 の新要素、新種のスカルク、看板の新機能、新遺跡、竜王色の盾、新砂利水魚、新防具、カッコ装飾、スニッパーの新繁殖、新アイテムなどを見ていきます。スカルクに新機能、Vibration Resonance 強振が追加されました。スカルクの隣に設置されたアメジストブロックがミソです。上から見てみましょう。音を立てて、一番手前のスカルクを反応させると、スカルクが発した振動をアメジストブロックが受け取り、再放射して、次のスカルクに伝えています。そのリレーを連続させることにより、振動の長距離移動が簡単にできるようになりました。信号の強さもそのまま伝わります。ブロック設置だと12。ブロックを破壊すると、信号強度13です。ってことを、スカルクセンサーに亜種が登場です。君の名は、Calibrated Skulk Sensors。キャレブレーションとは、構成、調整とか、メモリといった意味なので、とある目的のために調整されたスカルク、といった感じだと思います。レシピはスカルク1つと、アメジストのかけらを3つ。上から被せるように囲むと作れます。Java 版も同じです。この調整されたスカルク、カッコカリ、の特徴は、正面にあるこの、ロトの紋章もどきな模様ですね。は？ここにレッドストーン信号を当てると、その強さ以外の信号は、他の3方向から出力されなくなります。こんな感じですね。この効果は正面だけです。他の方向から当てても、信号は、出ちゃいます。正面からは出ません。正面からはもともと、信号出ない仕組みです。Okay. Okay. 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 この仕組みを活用すると、例えば、信号強度5を当てておくと、移動しただけの時は、スカルクを反応させずに、ジャンプなどして、着地すると反応してしまう、なんて仕掛けが作れたり、すると、思います。また、スカルクセンサーの振動周波数が、よりシンプルになります。以上の15個です。どの音で、どの強さのレッドストーン信号が出るかってことですね。ってことを、看板が進化しました。従来の看板は一度設置すると、書き直せないので、内容を変えたいときは、壊すしかありませんでした。でも 1.20 からは、マウスで言うと、右クリックで、看板の文字を書き直すことができます。こちら側は表ですね。そして、そう、世の中表があれば、必ず裏があるってことで、そう、看板の裏側にも、文字が書けるようになります。裏側では出れておきますね。そんなこんなで、看板に向かってはにかむと、もう書き直せなくなります。保存しておきたい時にお使いください。試しに斧を使ってみたところ、ワックスを剥がせませんでした。釣り看板も、普通の看板と同じです。書き直しに、裏にも書けます。出た！ってこと？そしてついでにお次は桜。桜の木から舞い落ちる、花びらのパーティクルが、風にたなびくように、横に流れるようになりました。実装時は真下にストーンと味気なく落ちていたので、贅沢だけど、こういううまい切り方してくれたら、日本人としてとっても嬉しいなぁ。そう思っていた方、たくさんいらしたと思います。思いが届いたのかもしれませんね。というわけで桜の木も進化したとです。怪しげな砂利が追加されました。冷たい海の海底遺跡や、新遺跡のトレイルルーンズに生成されます。ブラシでこすっていられるアイテムは、新しい壺のかけら4種に、鉄の斧、エメラルド、小麦、キノクは、石炭、金塊です。壺のかけらの出現率は、各種 6.6% ずつ、15分の1ですね。4種類あるので、どれかが出る率はそれなりにありますが、狙い当てるのは、なかなかに難しそうです。新遺跡、トレイルルーンズが登場しました。怪しげな砂と、怪しい砂利が生成される考古学スポットになります。日本語訳がとても難しそうですが、考古遺跡、旅路遺跡といったところでしょうか。遺跡は大抵、大半が埋まっています。川や耐水層、または海の近くで見つかる模様、または、大河やジャングルなどで、地面の下で完全に埋もれていることもあります。遺跡を構成するブロックは、丸石に、石レンガや、泥レンガ、テラコッタ、砂、砂利、粗い土、
て怪しげな砂、&怪しげな砂利が混じっとります。突然のクラッシュにも負けず、全体を掘り起こしてみると、こんな感じでした。意外と細長いです。細長い部分は通路のようですね。地中に出ている部分から侵入して降りてみると、周りには、いくつかの部屋があります。得られるアイテムはこんな感じです。新たに追加された壺のかけら7種に、防具装飾の鍛冶型4種もあります。あとはエメラルド、小麦、クワ、粘土レンガに、染料、ろうそく、色付きガラス板などなど、です。遺跡の形には色々なパターンがあります。今お見せしているのはそのうちの一つでしかありません。旅路遺跡を巡る旅路、遺跡を巡礼してみるのも、新たな楽しみになりそうです。しっかしこうしてみると、宇宙戦艦ヤマト。ってこと？壺のかけらこと陶磁器の破片が増えました。これまで4種類だったのが一気に、20種類に増えました。増えすぎー。新しいかけらの名称はまだ英語のみで、Java 版はもともとあった4種も含めて、すべて英語表記に戻っています。統合版は、新しいのは英語のみで、元からの4種は日本語のままですね。アングラー。アーチャー。アームスアップ。ブレード。ブリュアー。バーン。デンジャー。エクスプロアラー。フレンド、ハート、からの、ハートブレイク、ハウル、マイナー、モーナー、プレンティ、プライズ、チーフ、シェルター、スカル、ラストは、スノート、です。これにより、壺の絵の組み合わせ総数が、えらいことになりました。まあ防具装飾の組み合わせに比べたら可愛いものですね。ってことで、防具装飾の鍛冶型が、新たに5種類増えました。何？追加されたのはこちらです。左から、ウェイファインダー。レーザー。シェイパー。ホスト。ノー。ホスト。オーケー。そして一番右が、サイレンス、です。左の4つの鍛冶型は、トレイルルーンズにあります。複製ブロックはテラコッタです。ナンタカタ、テラコッタ。一番右の、ホスト。だけは、古代都市のチェストにあり、確率は80分の1、1.25% の激レアです。コア、ヤベヤツ。複製ブロックは深層岩の丸石。それから、既存の鍛冶型にも変化があります。デューンな鍛冶型は、装飾が新しくなりました。元デューンな鍛冶型は、略奪者風の装飾に移植され、その略奪者風の装飾は、新種のシェイパーに生まれ変わりました。わざわざチェンジした理由は、わかりません。それではここからはまだ Java 版だけのニュース、スニッパーの新要素です。暖かい海の海底遺跡の、怪しげな砂の中から、スニッパーの卵が出現するようになりました。ブラボー！まるで長いスイカのようだ。スニッパーの繁殖方法も変わりました。トーチフラワーの種を2匹のスニッパーにあげると、生まれてくるのは子供ではなく、ちょっと、見えないじゃあ、ないか。スニッパーの卵がアイテムとしてドロップするようになりました。新曲を達成したので、ちゃんと、繁殖扱いのようです。スニッパーの卵を孵化させるには、苔ブロックの上に設置しておくと10分で孵化し、苔以外のブロックの上に置いておくと、倍の時間、20分で孵化。子供のスニフレットが生まれます。そしてそして、スニッパーが地面を掘り起こしたとき、掘り起こされる植物が増えました。そのアイテムは、ピッチャーポットです。このピッチャーポットは高地に植えられます。5段階の成長段階があります。成長は時間経過だったり、骨粉で成長を加速させることもできます。ぜひ検討に検討を重ねてみてください。成長しきるとピッチャープラントになります。ピッチャープラントとは、現実だと、和名はフッカーウツボと呼ばれていたり、ウツボカズラ族だったり、ネペテンスと呼ばれたり、ラジバンダリーです。トーチフラワーの時は、現実に似た植物があっても、スニッパーが掘り起こした古代の種扱いのためか、
そのままカタカナでトーチフラワーになりましたが、ピッチャープラントがどうなるか楽しみです。Google 先生にお願いすると、投資向上などと言われることが、稀によくあるのでお気をつけください。ってこと。というわけで、伝説の桜の木の下からお送りしました。1.20 の新要素が、一気に、急に、たくさん追加されて、楽しみでたまらんとです。それでは今回はここまで。バイバイ。投資向上。